皆さんこんばんは。元男の子の大木かのんです。ついに明日ですよ。3月8日夜の7時から私のデビューシングル、かさぶたの私が、この YouTube チャンネルでミュージックビデオが公開されます。イエヘヘヘイ。でそれと同時に楽曲配信サービスだから、Apple Music とか iTunes Store とか、あと着歌とか、あとどこでしたっけ ?LINE Music もいろいろありますよね。各サイトに私の曲が全配信されます。だから基本的にどこでもダウンロードできますよってことなんですよ。やったね!こんな感じ。まあ私ダウンロードしてないですよ。私も明日ダウンロードしようかと思ってるんですけど、ジャケットをダウンロードして自分で、ね、待ち受けにしてるんですけどね。まあ記念に。いいじゃないですか。気持ち悪いですけどね。私この前、画面のフィルムがちょっとおかしくなって、ヨドバシカメラで、画面のフィルム貼ってもらえますかって言って500円払って、じゃあこれスマホ入っていった時に、これ出てたんですよ。そしたら店員さんが、みたいな感じで、やばいな、私これ設定、他のにしとけばよかったなって後悔したんですけども、まあまあこんな感じで。いやもうほんと、明日だ。私の誕生日だな。もう一つの。あんまそれ意味わかんないな。言い忘れた。3月の10日に、私は渋谷のラジオさんに出演するんですけども、やべえ !3 日前じゃんもう。なんで今回の話に今、これを無理やりぶち込んでるかっていうと、かさぶたの私、しているメンバーで、出演するんですよ。やべえ。やらかした。何が重要かっていうと、まあ、ラジオを聞いていただくことも重要なんですけども、直接、ラジオ局に来ていただいて、視聴者さんと交流する場を設けてんですね。大丈夫かな?このタイミングで告知。やべえな、急すぎる。渋谷のラジオ、出演の詳細。番組名、渋谷のサンデー、人二の愉快仲間たち。日程が3月10日。時間がお昼の15時から。で、15時55分までだから、55分間のラジオの出演なんですよね。観覧料金が無料です。私がこうやってラジオでペラペラ話してるところを、ガラスの向こうで視聴者さんに聞いていただいて、ラジオの放送が終わったら、皆さんの目の前にちょっとご挨拶するみたいな。で、ちょっと交流する流れになります。今回は、ドラマ以外全員来るんで、もうなかなかない機会だと思うから、ぜひ来てください。これ来てくださる方いんのかな?このタイミングなんで、今回公開する、このかさぶたの私にまつわるエピソードをお話ししようかなと思うんですけど、ちょっとまだ、ね、出してないんだけどね。成長につながりましたね。どういうところが成長につながったかというと、今出せる限界っていうものを、自覚したっていう点。ちょっと前までだと、いや、もっと私はできるはずなのにって。なんか、自分のせいにするっていうよりかは、この、境遇のせいにしてたんですよね。いや、私は本当はもっとできるか。いや、できるできるって。いや、できないでしょって周りからもそういう風に見えるのに、自分の中ではできるって。まあ、見方を変えてみれば、諦めが悪い、ちょっとめんどくさいやつみたいな。で、まあ、レコーディングするじゃないですか。まあ、難しいですよ、今回の歌。難しかった、私にとっては。もう、下手っぴやから。でも、ずっと練習はしてたんですよね。私の中では、すごい準備万端っていう感じで、当日のレコーディングも、結構スラスラいけたんですけども、まあ、こう、歌い終わった後、こうで自分の録音された声を聞くと、あ、もうちょっとこうしたいな、みたいな欲が出てくるわけですよ。いつもと違う環境で、すごいでっかいスタジオで撮ったから、もうやりたくなるわけ。ただ、そこで私が、あ、今回で成長できたなって思うのが、あ、今私はここがもう限界だって。今まで練習してきたものを、いい意味で、振り絞り切ったから限界と認められたっていうこと。なんかちょっと難しいですけどね。うん。いい意味で諦められた。これが今の私の限界なんだっていうものを取れたんですよ。あ、でもあれですよ。全然私が聞いても、あ、下手くそだなって思いますけど、あ、下手だなって思うけども、もう私のこれが限界なんだなって、今のこの現状では。もっと練習すれば上手くなると思いますよ。でも、この26年間で私が
もう性別を男から女に変える訓練をして、それで、なんだろうな、作った自分の声は今現状これがもう限界なんだなっていう風に認められたんですよ。お母さんにもこれ聞かしたんですけども、いいと思うよって本当だったらいつもね結構バカにされてたんですよ。あんた全然ダメダメみたいな、でもいいと思ういいと思う、ああそう言って言ってもらえてよかったなって、まあ、それと同時に自分のことをもっと深く知れたんで、このかさぶたな私を出せてよかったなって思いますね。ちょっと前の動画めちゃめちゃ号泣したんですけども、もう今はどっちかっていうと楽しみで、まああの時もすごい楽しみですよ。ただ今までこうやってもうにぎたぎっていたっていう思いがぐーっと放出された瞬間だったから相手になったんですけども、本当に今ワクワクしてます。どういう反応が起きるか、もう下手くそって言われるのはもう承知の上で出すんで、そこもそうだけども、私が書いたこの作詞の部分とか、まあ、そういう部分も見てもらえたらいいなと思います。一番のポイントはあれですよ、私は僕って言ってるんで、そこをおみたいな思っていただけるとすごい作ってよかったなって思います。まあ、こんな感じで今回の動画締めますね。そしたら明日の夜7時またこのチャンネルでお会いしましょう。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、サブチャンネル青木かのんの秘密箱は画面の下にありますので、そちらもチャンネル登録してねー。また次の動画でお会いしましょう。私は僕、いつになっても